おはようございます。けんです。テスラの完全自動運転 FSD。この FSD を使えば安全。そう信じている方は多いと思います。でも昨日、ある人物がこんなことを言いました。FSD はもう使い物にならない。今回はテスラの完全自動運転の FSD についてリアルな現場の声を紹介します。 投稿主はテスラの解析情報を長年発信しているハッカーのグリーンさんです。彼はこれまで FSD の内部挙動や隠れた機能を見つけてきた人物で、テスラのアップデート内容をいち早く分析、解説してきたことで知られています。そんなグリーンさんが最近の FSD についてイライラする、もう使わないとまで発言していて、多くの注目を集めています。 では、彼が具体的にどんな理由で FSD を使わなくなったのか、そして実際に FSD を使っていたテスラ社が起こした衝突事故の記録とはどういったものなのか、この動画では彼の投稿内容をもとに FSD の今を深掘りしていきたいと思います。はい、では内容に入っていきますけれども、グリーンさんはこれまで何度も FSD について 重要な使い方において間違った方向に進んでいると指摘してきました。それに対して賛成する人もいれば反対する人もいます。でもさらに多くの人は気にもしていないとも語っています。 そんなグリーンさんがある日運転しながらふと思ったそうです。なぜ FSD がここまで使いにくく感じるようになったのか。そこで彼は思い切って FSD をオフにし、従来のオートステアに切り替えて走ってみたそうです。そうすると、その20マイルの運転が驚くほど快適だったと言います。 車はまさに彼が望む通りの挙動をしてくれて予想外の勝手な判断や動きは一切なかったということ。FSD モードがすごく素晴らしいと思っている人たちがいるのはよくわかります。でももし私のようにそれをすごく煩わしいと感じているならぜひもう一度オートステアを試してください。私のように最後に使ったのが何年も前という方もいらっしゃるでしょう。もしかするとまた運転が楽しいものに なるかもしれませんよつまりグリーンさんにとってはちゃんと自分の意図通りに動いてくれることこちらの方がはるかに大事だということになりますこういったことからもグリーンさんが伝えたかったのは f s t が進化していることと実際の使いやすさは必ずしも一致しないという点ですそしてその違和感は彼のようなハードユーザーほど強く感じているのかもしれません ここからは冒頭にも紹介しましたが、実際に FSD を使っていたテスラ社が起こした衝撃的なクラッシュ事例を紹介します。グリーンさんの元には FSD のベータ中に事故を起こしたテスラの車載コンピューターが送られてきました。その車は2021年のモデル Y で FSD ベータのバージョン11.4.7、ゲートウェイは2023.7.30という構成でした。事故が起きたのは夜間。 停止車両が例にはみ出して止まっていて、しかも遠くからでも十分に視認ができる状況でした。FST はアクティブな状態でしたが、そのまま接触してしまったんです。驚くべきことに、この状況でも AEB 自動緊急ブレーキも FCW 前方衝突警告も作動しなかったそうです。設定は早めにしてあったにもかかわらず反応はありませんでした。さらに興味深いのは、事故後もしばらく断続的に カメラ映像の記録が続いていたということです。これはシステムの設計上、衝突後もデータを残そうとする意図があるのかもしれませんが、詳細は不明です。では、なぜ事故は起きてしまったのか。今のテスラにはキャビンカメラの記録機能があります。その映像からグリーンさんが推測したのは、 ドライバーがスマホを操作していた可能性です。具体的には膝の上に何かを見ようとしていたようにも見えたと語っていらっしゃいます。実際にこの事故の前後を走っていた他の車は問題なく停止車両を回避していました。つまり FST がアクティブでも ドライバーが注意を怠れば事故は防げないということにもなります。グリーンさんはオートパイロット中でも常に注意を払ってくださいと強く警笛を鳴らしています。FSD を過信せず自分の目と意識で運転することがやはり最も重要なのかもしれません。ここからはグリーンさんが具体的に語った FSD の使いにくさについてさらに見ていきたいと思います。彼が特に問題視しているのは FSD が予測不能な動きをする とということです例えば、目的地を設定していない状態で FSD をオンにすると、レーンを勝手に変更したり、急に脇道に入っていったりするような挙動が見られると言います。本来ならば、緊急の電話対応などでハンズフリーが必要な場合では、 とりあえずレーンに留まってくれればいいという運転支援が求められます。ですが、FSD はそういったシンプルな挙動をしてくれない。その結果、余計なストレスが生まれてしまうということになります。さらに、速度に関しても問題があります。例えば、ここではもっと速く走っていいと伝えたにもかかわらず、FSD は極端に遅く走行し、ドライバーがアクセルを軽く踏み続けて調整する必要がある。 このように FSD が勝手にブレーキをかけているような感覚が続くため、快適とは言いづらい状況です。加えて FSD を使うと TACC、トラフィックアウェアクルーズコントロールも利用できなくなるという制限もあります。これは例えばスクールゾーンで時速25マイルをキープしたいときや、 大雨の中でハンドルは自分で操作するから速度だけ制御してほしいといった場面で不便になります。実際にグリーンさんは大雨の日 f s t が起動すらできなかったと語っています。カメラに水滴がついて視界が悪くなると f s t は起動を拒否するか無理やり55マイルで進もうとして最終的にはカメラがブロックされていますと停止してしまいます。これは現実の道路環境ではかなり厳しい制約です。 こういった経験を踏まえて、グリーンさんはそういえばオートステアベータってまだ使えたなと思い出したそうです。そしてそのモードに切り替えてみたところ、これらの煩わしさから解放されたと言います。オートステアのベータでは FST 特有の過剰な判断や機能制限がなく TACC も有効になります。ただし最高速度は90マイルまでに制限されています。 つまり、今の FSD にストレスを感じている人は、一旦オートステアに戻ってみるのも一つの手かもしれません。はい。では、ここまで見て、いや、自分は FSD を毎回使っているけど、問題ないよと言われる方もいらっしゃるかもしれません。日本ではまだ使えない機能なので、日本在住の方はわからないと思います。僕も経験がないのでわからないんですけれども、実際にアメリカに住まれている方はどうでしょうか実際、グリーンさんの投稿に対しても、こんな返信がありました。 本当に FSD が使い物にならないって驚きです。私はハードウェア3でも f s t を100%の運転で使っていて、99%は完璧に動いています。確かにたまに介入は必要ですが、それ以外はすごく快適ですよ。 逆にどんな問題を経験しているのですかというふうに聞かれている方もいらっしゃいます。この意見に対してグリーンさんはこう返信しました。その質問、このスレッドで全部書いているよと。このやりとりからもわかるように FSD に対する評価はユーザーによって大きく分かれています。ある人にとっては未来を感じる最高の機能。でも別の人にとっては予測できず不快で使えない機能。同じソフトウェアでも 環境や運転スタイル、期待値によって全く違う印象になるというのは FSD ならではの特徴じゃないかなと思います。そしてもう一つ重要なのが FSD を使う状況の違いです。 グリーンさんは自分の運転の多くは目的地を設定しない短距離の移動だと語っています。そのため FSD のような目的地ベースの挙動はそもそも使いにくい。一方で毎回しっかり目的地を設定し FSD のルート誘導に沿って走っている人にとっては FSD は非常に便利に感じるかもしれません。つまり FSD の評価っていうのは 機能の良し悪しだけではなくって使い方や使う人の価値観によっても大きく変わるということになります。ではそういったことを踏まえて僕たちはどう向き合うべきなのでしょうか。最後にグリーンさんのメッセージを踏まえてこの動画をまとめていきたいと思います。はい。ではですね、今日はここまでグリーンさんの投稿をもとに FSD の使いにくさや事故の事例、そしてユーザー側での評価の違いについて見てきました。FSD はテスラが掲げる完全 自動運転の未来を象徴すする機能です確かに視覚的にも美しく技術的な進化を感じられる部分もありますしかし同時に現実の道路環境やその人その人の使い方によってはその進化が必ずしも快適さや安全につながらないこともあるということが今回の気づきではないでしょうかグリーンさんが伝えたかったのは FST が悪いということではなく 自分のスタイルに合っていないなら無理に使わなくてもいいということになると思います。オートステアのようなよりシンプルで予測可能な機能の方が安心して使えるというケースもあります。そして何よりも大切なのは現状ではまだどんなに優れた自動運転技術であってもドライバーの注意力は欠かせないという点です。クラッシュ事例からも明らかだったようにほんの一瞬の油断が重大な事故につながっています。 fsd を信じるのか使わないのかそれはユーザーの選択肢次第ですでもその選択をするためにはこうした実際のユーザーの声や事例を知ることがとても重要じゃないかなと思いますぜひ fsd を使われたことがあるなら fsd 体験や意見もコメント欄で教えていただければと思います使いやすいと思っている方もいまいちと感じている方も率直な声を聞かせてもらえると嬉しいなと思いますそして大切なのは fsd はどんどん進化 していいるととうことです今回グリーンさんが指摘した内容も今後改善をして使いやすいものになる可能性も十分に高いです。なので今後のさらなる改善に期待をしたいなと思います。 はい。ということで、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。では、また 推進です。まあ、この内容にも少しね、絡んでくるかなと思うんですけれども、この週末は家族旅行に行ってきました。道中、ほぼ高速で移動し、高速ではオートパイロットを使っていましたが、オートパイロット、進化した気がします。久しぶりに高速に乗ったんですけれども、以前ほどハンドルを回してくださいという指摘が少なかったと僕は思います。そして、カーブレーンにおけるブレーキアシスト的な表示が画面に出ました。今までこれもなかったような気がするんですけれど、どうでしょうか 今回、今まで以上に僕はね、いいなと思いました。やはりハンドル操作の介入がすごく減ったので、そこは良かったと思います。オートパイロットも進化しているなと僕はね、感じましたけれども、こちらに関してテスラーオーナーの方、どうでしょうか ?1 年前とかに比べて今のオートパイロットって結構ね、良くなったと思いませんか僕はほんと久しぶりに高速運転して、あ、ちょっと進化したなと思ったんですけれども、皆さんはどう感じるでしょうかぜひそちらに関してもコメントで教えていただければと思います。 はい。ということで、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。